声優ノート、ボボミ26歳。こういう大きい女なんて言われることもあったりなかったり。今日はヒロトに呼び出されて2人で飲み、これって何かあったりなかったりするのかな。ヒロト大丈夫？大丈夫大丈夫。それよりボボミおかわりは？ちょっとこれ以上飲んだら私どうなっちゃうか分かんないよ。え？どうなっちゃうの？なんか帰りたくなくなっちゃって、足に根が生えちゃって、一生ここにいるかも。え？ボボミって植物なのか？なんで？だって足に根が生えるんだろ。いや今のは例えでしょ。動かなくなることをそういう言い回しするじゃない。ああ、そうなんだ。でおかわりはいいの？じゃあもう一杯飲んじゃおうかな。店員さんすみません、ワインお願いします。それにしてもボボミって酔いがすぐ顔に出るんだね。え、嘘、そんな出ちゃってる？うん、顔が真っ黒だよ。なんで黒いのよ、普通赤いんでしょうよ。黒かったらそれはもう病気よ。何言ってんの？え、ボボミ病気なのか？だから例えでしょ。病気ではないわよ。そもそもあなたが私を病気にしたんでしょ。え、俺が移したってこと？だったらごめん。だからそういうことじゃないわよ。俺インフルエンザだから移しちゃったと思って。移ってないわよ。何言ってるのよもう。え、てか、どうした？ヒロト、あなたインフルエンザなの？そうだけど。じゃあなんで外出てるのよ。話があったから。もう帰りなさいよ。大丈夫大丈夫、もう治ってるから。本当に？せめてマスクはしてくれない？え、俺プロレスラーじゃないんだけど。そのマスクじゃないわよ。こいつの名前はヒロト。ちょっと抜けてるところがあって世話が焼けるんだけど、そういうところに女は弱いのよね。で、話って何よ？この前友達がさ、好きな女の子をデートに誘ったらしいんだけど、予定が入ってたみたいで断られたんだって。それがどうしたのよ？いや、そいつがね、もう諦めるって言うんだよ。でもそれって早すぎないかなと思って。それはどうかしら。違うの？その情報だと何とも言えないけど、女の断り方には数種類あるのは知ってるよね。数種類？どういうこと？断り方によって脈があるかないか違ってくるのよ。え、そうなの？教えてあげるから、ちょっと私を誘ってみて。わかった。ボボミ、今度の日曜日遊びに行かない？ごめん、その日は予定が入ってて。また今度誘って。今のどう思った？これは脈ありでしょう。真逆よ、今の完全に断ってるからね。え、なんで？今度誘ってって言ったじゃん。いい、女の今度誘っては予定なんかねえし、今度なんかねえけどな、バカって意味なの。今のはバカまで意味として入ってるの？バカまで入ってる。いい、恋に今度はないのよ。そうなんだ。まだあるわよ、誘ってみて。うん。ボボミ、今度の日曜日遊びに行かない？ごめん、ちょっと体調が良くなくて。今のどう思った？体調悪いのはしょうがないよね。だからまだ脈はあるんじゃ。全くないからね。今のも完全に断ってるからね。え、なんで？体調が悪いだけで治ったら言ってくれるってことじゃないの？いい、女の体調悪くては本当は体調めちゃくちゃいいけど、お前となんか行かねえよバカって意味なの。俺もバカまで入ってる。バカまで入ってる。いい、恋に体調は関係ないの。もうわかんないよ。まだあるわよ、誘ってみて。うん。ボボミ、今度の日曜日遊びに行かない？いいね、じゃあ友達も誘っていい？今のどう思った？っていうかオッケー出たじゃん。これはもう脈しかないじゃん。なんてこれが一番脈がないのよって言ったのよ。え、そうなの？
いい？今のはお前と二人なんて絶対嫌だよ。せめて友達でもかまさないときついわ。それぐらい分かれバカゴミかよって意味なの。ゴミかよまで入ってる。ゴミかよまで入ってる。いい？恋に三人目なんてないの。分かった？分かったよな。分からないよな。このように断られ方で脈があるかどうか分かるのよ。なるほどね。勉強になるわ。それよりさ、店変えてもう一杯行かない？もうちょっと飲みたいな。ああごめん、これから予定が入ってて。また今度は誘って。え、あの本当に予定入ってる？入ってない。